こんにちは。今回は、K110 の ESC の修理です。ジャンク品を購入したら、ジャンク品でした。バッテリー接続時に、なる、ブザーの音は、機体発見ブザーの音です。ESC の異常を知らせる、ビープ音がしますね。起動するか試してみたら、モーターも回りません。まずは、スロットルレンジ設定をしてみます。お、回りましたね。しかし、不安定です。機体発見ブザーの音が鳴るのは、回路の電流が不安定だからです。正常に、回りませんね。ESC をカバーしている収縮チューブが熱で変形してたので、FEG を交換することにしました。交換に使った、ハンダゴテとハンダは、100均のものです。まだ十分、ハンダゴテが温まってないようです。どんどん、FEG を外していきます。手際よくやらないと。基板のパターンを痛めてしまいます。日本製のハンダ吸い取り線で基板のお掃除をします。安物でやるとパターンを剥がすかも。FEG をハンダ付けします。手前に撮影用のカメラがあるので手際が良くないのですが、なるべく FEG に熱を与えないようにパパパとやりましょう。
チャンネルは、通常、4435、MOSFET ですが、手持ちにないので、4409、MOSFET を使います。これで、この ESC は、15A タイプになります。いいことずくめ、のようですが、このタイプの MOSFET を使ったことはないので、人柱です。ずれてしまったので、修正してます。ハンダの量を考えないと ESC が重くなりますよ。RC、ヘリちゃんが、つまらない芝居をしてますが、温かい、目で、見てください。動画出すたびに、登録者様が減るんですが、こんなところがダメなんでしょうね。真面目な人が多いのは、いいことですけど。萌え萌えしませんね。回りました。問題ないようです。ESC に熱もないです。この後、部屋でホバリングしましたが、良い感じでした。上昇力も強力な感じがしました。ということで、熱だれした ESC も、簡単な FET の交換で蘇るという動画でした。